ってきましたのはここノースバンクーバーにあります、じゃーん、ザワークショップベジタリアンカフェ。ラーメン屋じゃないんです、カフェです。カフェなのにラーメンがあるんです。では行ってみます。今日はワークショップベジタリアンのヘッドシェフ北斗さんにお越しいただいています。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。もうこれ今作っていただいたんですけども、これが私の大好物のビーガンですよ、ビーガン担々麺です。ビーガンというのは動物性のものとか一切使っていない、はい、ということで、全部植物性のものができています。なので普通担々麺ってひき肉が乗ってると思うんですけども、また違ったものも乗ってますので、一個一個ちょっと説明していただくことはできますか。はい、こちらは、カナディアンが大好きなケールですね。はい、でこちらがナッツメドレー、マッシュルームナッツメドレー、これがちょっとひき肉っぽく見立ててます。であとこれがバターナットスコッシュの、ダイスのカットしたソテーしたものですね。でこちらがグリーンオニオンで、スープはバターナットスコッシュのベースになっていて、そこにセサミのペーストだったり、チックピー味噌だったりを使って作らせていただきます。はい、チックピー味噌っていうのはまた皆さんが聞き慣れない感じだと思うんですけども、はい、チックピー味噌っていうのはひよこ、日本語だとひよこ豆ですね、ひよこ豆で味噌を作って、近年ちょっと大豆が苦ちょっと毛嫌いする人も多くなってきたので、ちょっとチックピー味噌を使って作ってみようと思って作り始めました。まあ、白味噌に近いんですけど味とかは、はい、もうちょっとマイルドで、はい、白味噌にも塩が弱くちょっとマイルドになってます。はい、体にいいばっかりの、はい、美味しい担々麺です。ありがとうございます。はい、本当にカフェなんですけどラーメン食べていいんですよね。そうですね、はい、もうみんなラーメンばっかり食べます、はい、ちょっと早速いただきます。失礼します。はい、このメドレー、はい、これすごいですよね。ありがとうございます。はい、これ本当にお肉みたいな感じになってるんですけど、2種類のナッツ と、 あとパンプキンシードを入れて、あとマッシュルームと一緒にちょっと甘いそれ味付けしたい。ナッツがどうしてこんなお肉っぽいんだろう。そして、はい、私ここの麺も自家製麺、そう自家製麺です、もう大好きなんですけど、白いのにこれホールウィートなんですよね。はい、ホールウィートと、普通のフラワーを混ぜて作ってますね。はい、見えますか、じゃーん、もちもちしてます。いただきます。おいしいです。ちょっと辛いのもまたたまらないですね。そうですね、この味噌フレーバーとこの甘いキノコのメドレーとナッツが絶妙なハーモニーを、はい、ありがとうございます。これはいつ思いついたんですか。担々麺はちょっと自分ラーメン作ろうと思いまして、結構調べていくうちに外国人の人はちょっとスパイシーでクリーミーなものが好きだと思ったので、それを考えていくうちに、あとセサミも結構みんな馴染みがあって、まあ、ハマスだったりとか、そういうのから連想して、あ、じゃあ担々麺好きかもしれないなと思って作り始めたんですけど。これってやっぱ大ヒットですか。そうですね、おかげさまで、はい、本当に皆さん担々担々担々と、知らないけど担々担々ってみんなもう略してもらって、はい、はい、そうですよ、担々麺自体そんなにバンクーバーで有名ではないのに、皆さん白人の方が担々麺ってもう知ってるっていう、これは本当に美味しいです。全てがビーガンにしようって思ったきっかけは何ですか。自分が 2,3 年ぐらい前にビーガンになったんですけど、で、まあ、自分はラーメン好きだったんですけど、なかなかもう食べに行けないので、じゃあ自分でちょっと作ってみようと思いまして、始めましたね。で、まあ、いろいろ家で試行錯誤してるうちに、まあ、いろいろできてきて、それの集大成とかがこういう感じになってきました。はい、もうありがとうございますとしか私は言えない。ありがとうございます。もう本当にわざわざノースバンクーバーに来る価値があるラーメンですので、ぜひぜひ皆さんいらしてください。よろしくお願いします。お願いします。
ご紹介しましたゆりえほよよんおすすめの3軒、1軒目は元町食堂、2軒目は札幌小雪ラーメン、3軒目がこちらワークショップベジタリアンカフェ。いかがだったでしょうか。どれか気になったものがあったらぜひ試してみてくださいね。では